さあ、旅しようか。お帰りなさいませ。女の話をしよう。どうせ食べるのなら丸ごとがいいと女は思った。支配者にして処刑人、調理人にして毒味役、美食を重ねること数百人、堪能、溺愛、泥酔、絶頂、不死だらな食事のつけは頭に生えた異形の角。だがまあ、そう珍しいことでもない。美しい少女を貪るのは、人間どもの本能だ。
そういえば。
私は未熟です。了解だ。おいお前、勝手なことするなって。お黙りなさい。ライブの準備を始めるわよ。了解だ。珍しくついているじゃないか。いや、まあ少しだけ後が怖いが。よく来たわね、コリス。私のスペシャルライブを味わう覚悟はいいかしら。気をつけてください、あのエネミー。おそらく魔刀神樹の手で改造が施されています。はあ、何がスペシャルライブだよ。分かってるの？お前を隠すためにこいつを用意したんですよ。なのになんで出てくるわけ？もしかして言葉通じてない？それとも竜頭じゃなくて鳥頭なわけ？バカはあなたよ、シンジ。私の迷宮で私以外を目立たせるなんてオーディエンスに失礼じゃない。勝利とは相手を打ち負かすだけにあらず、心も体もまとめて土下座させて蹂躙するのが貴族というもの。あなたのようなネズミには理解できない作法でしょうけど、まあ今回は特別に許してあげる。このゴレム、派手なビームとかいっぱい出るんでしょ？だったら前座に使ってあげる。一曲目はとにかく派手に、オープニングは疾走感あふれるロックで攻める。これがライブの鉄則よ。ああ、そうですか。じゃあ先にやらせてもらうけど、後で文句を言うなよな。
お前の出番なんて多分回ってこないからさ。行け、新次タンク。期待に応えるとしよう。新次タンク、リフトアップ。任せたまえ。さすがだな、マスター。少し手助けしてやるか。食らいつけ、フルンディング。食らいつけ、フルンディング。神器無鉄にして盤石。核翼三連叩き込む。神器無鉄にして盤石。障害を排除した。急ぐ。やっぱり私と戦った時より何倍も成長している。あの子の強さは、そういう強さだったのね。な、嘘だろ。あいつのくせに、どんだけ強くなってんだよ。おい、新次タンク、動け、動けってば。ったく、この役立たず、僕に恥をかかせるなよ。あれ、再起動した。ほんと？うわっ！ああいうの、なんていうのかしら。豚も磨けば真珠の針。違うわね。え？何？何なの？
打撲や擦り傷、軽い火傷ぐらいで、命に別状はない、ようですけど。あれ、私、あなた、どうして？おはよう、ダーリン。あのね、私変な夢を見ていたの。笑わないで聞いてくれる？あなたと私が敵同士で戦っているの。最後はあなたのことを追い詰めるんだけど、隣にいた巨大ネズミが爆発しちゃって。私、もうダメだと思ったわ。けど、あなたは身を裂くような爆風の中、私の手を引き寄せて、こう言ったの。君に爆風は似合わない。ましてや、タンクのオイルなんて浴びせるだけでも罪深い。ところでその角、電撃的に可愛いね。ああ、思わず首筋に牙を突き立てちゃうぐらい、官能的にかっこよかった。
き同士。あなたと、私。それって、禁断のロマンス。学習能力はあるか？5回ほど上で、君は同じことをしていたぞ。さすが一級フラグ建築士。そろそろ死んでみたら？私は感情抑制装置。フラグブレーカーの製作を提案します。どうぞ、企画書です。皆さん、その、仕方がないので、頭を叩いてみたらどうでしょう。よくも私を助けたわね。コリスに助けられるとか、こんな恥ずかしめは初めてだわ。これか。私の一つ目の SG の時、みんなもこんな気持ちだったのね。見なさい、この赤く紅葉した頬を。これこそ私の怒りが最高潮になった証よ。心臓だって絶対に許さないってドキドキしてるし、こうなれば私の勝ちね。怒り狂った私は絶対に秘密なんて漏らさない。あなたはここで立ち往生するだけよ。そうやって乗せられるのはリングライよ。私は騙されないわ。
私の心があなたなんかに分かるわけがないんだから！さすが当事者、そのまま一気に決めちゃって。うそ、そんな、あ、SG 転送、シールド開きます。あなたも相当、アイドルの暴露話がお好きなようね。でも、そうだったのね。これが私の本心。恋なんて絵物語に、私はずっと憧れていた。ありがとう。自覚したわ。そしてこんにちは。新しい素敵な私。そう。拷問が唯一の慰みなら、恋こそ、我が唯一の夢。恋を思うたび、私は一層美しくなる。恋とは美しさの糧。美しさとは恋の糧。ああ、なんて甘美な永久ループ。家畜にときめくなんて、私はどうかしているのね。でも、いいのよ。どうせ私は狂っているの。醜いあなたに、とっ
っておきの栄誉をあげる。あなたの魂を予約したわ。究極の美に達した私を。一番近くで褒めたたえなさい。これはまた、厄介なことになりそうだ。お疲れ様でした。探索を終了して、チェックポイントから帰還してください。